どうも、くまき音楽チャンネルです。本日はこちらの曲やっていきます。リクエストいただきありがとうございます。さあ、ということで登場コードを見ていきましょう。もし G-sus4 というコードに難しいっていう人はですね、G で代用していただければなと思います。ただ、G が抑えられる人にとってはですね、G-sus4 実は簡単で、これ、G のポジションに人差し指を加えるだけなんですよね。2弦の1フレットに人差し指を入れると G-sus4 になります。よくこう、なんか曲の終わりとかで、G-sus4 から G につなげると終わった感が出せるなんてね言われたりしますけれども、覚えておいて損はないんじゃないかなと思いますので入れておきました。難しかったら省いてください。そもそも G に苦戦する人も多分ねいらっしゃると思いますので、そういった細かい相談等はですねオンラインレッスンで受けておりますので興味あれば連絡ください。で、右手の話をしていきます。今回覚えていただきたいストロークは一つだけです。何かというとこれです。変わっていました。コードを変えてたんですけど、右手はずっと同じでしたよね。何やってたかというとこれです。タンツカカツカ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 、最初から最後までこれでいきます。水色に、はい、で最初の部分今タンツカカツカでした。僕はうなずくだけでそして思いが溢れたらどうやってタンツカカツカタンツカカツカということで、サビも同じということが伝わったかと思います。なのでまずはこのストロークを覚えて、このストロークでこの曲ワンコーラスでも弾き語りして楽しんでいただけたらなと思います。あとは例えばダウンだけとか、水色に花びらの浴衣がこの世で一番、タッ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 ってやっておりました。全部ダウンでやってみました。あ、でさっきのストロークに補足なんですけれども、例えば水色に花びらの浴衣がこの世で一番っていう風に C、G を素早いコードチェンジするところがあるんですけど、その場合はタンツカタンツカを入れていただくと良いと思います。つまり水色に花びらの浴衣がこの世で一番、はい、なります。タンツカタンツカってことですね。タンツカタンやるのは多分っていう風に次に繋がっていく。次はタンツカカツカでやるということですね。他にもいろいろなストロークが合うんですけれども、初心者の方にとっては一つ覚えるのでもね大変なはずなので、まずはこれで練習していただくのが良いんじゃないかなと思いました。ということで、他にもわからないこととあればオンラインレッスン利用してください。皆さんのギター上達心から応援しています。それでは最後に音を聞きどうぞ。